苦しみあるいは苦痛は、不快さの基礎的で、感情的な経験であり、危害と結びつけられた剣をあるいは個人における危害の恐れである。苦しみは、第一に、身体的過程か、精神的過程のいずれに結びついているのかに依存しているゆえに、身体的あるいは、精神的と呼ばれるかもしれない。身体的な苦しみの例は、痛み、吐き気、呼吸、困難、かゆみである。 精神的苦しみの例は、不安、嘆き、憎しみ、退屈である。苦しみの強さは、すべての程度において、つまらない、軽いものから必舌に尽くしがたい、耐えがたいものに至る。生じた事態の持続性と頻度の要素は、しばしばその強さに従って考慮される。痛みに対する、人々の態度は、どの程度それが、軽やるいは重い、回避可能、あるいは、 回避不能、役に立つあるいは役に立たない、些細あるいは重大、適切あるいは不適切、選ばれたあるいは望まれない、受け入れられるあるいは受け入れられない、とみなされるかに従って、非常に変化する。苦痛と苦しみという語は、混同されるし注意深い取り扱いが要求される。それらは、しばしば同義語であり、交換可能である。それらは、 しばしば相互に対比して使用される。一方が他方が支持する、様々なものをしばしば支持する。例えば、痛みは身体的な苦しみであるとか、苦しみは激しい身体的ないし精神的苦痛である等々。しかし、しばしば人々はそれらを別の仕方で用いたりもする。すべての感覚を持つ存在者は、その生存の間に様々な仕方でしばしば劇的に、 苦しみを持つ。人間的活動のすべての領域が苦しみに関する、あらゆる問題に関わるわけではないが、多くの事柄がその性質や過程、起源や原因、意味や重要性、その関係する個人的、社会的、文化的行為、その救済、取り扱い、使用等々に関わっている。倫理学理論としての快楽主義は、善気者と悪しき者は、 究極的に快楽と苦痛に損していると主張する。エピクロスのような多くの快楽主義者は、快楽の追求よりも苦しみの回避を強調した。なぜなら彼らは、最大幸福が苦痛から自由で快楽の煩わしい、追求や余計な帰結から、自由な、平静な状態のうちにある、と主張したからである。ストア派にとって、最大の善は、理性と徳のうちにあり、魂は、 快楽薬痛へのある種の無関心を通じて最もよくそれに到達する。結果として、この学説は最も悪い苦しみを前にしてさえ自制することと同一視された。ジェレミー・ベンサムは倫理学、政治学、経済学において大衆的な学説である快楽主義的功理主義を展開した。ベンサムは正しい行為や政策は、 最大多数の最大幸福を引き起こすだろうものであると論じる。彼はいかに多くの快楽と苦痛が何らかの行為から否決するだろうかを規定するために快楽計算あるいは幸福計算と呼ばれる手続きを提出した。ジョン・スチュアート・ミルは快楽主義的功理主義の学説を改善し推進した。カール・ポッパーは開かれた社会とその敵において功理について語る際に 幸福の増進よりも苦しみの縮減を優先させる消極的交流主義を提案した。すなわち、倫理的な観点から、苦しみと幸福、あるいは苦痛と快楽の間の、いかなる対照性も存在しないと私は信じる。人間の苦しみは助けに対する、直接的な道徳的な根願を作る。何にせようまくやっている人の幸福を拡大することに、 対してかなる似たような使命も存在しない。デイビド・ピアースの功理主義は率直に苦しみの廃絶を要求している。多くの功理主義者はベンサム以来存在者の道徳的状態は快楽と苦痛を感じる能力に由来しており、従って道徳的行為者は人間存在の利益だけでなく動物の利益も考慮に入れると考えている。リチャード・ライバーはそのような見解を 種差別や苦痛主義の概念において展開した。ピーター・シンガーは彼の著作、動物の解放や他の著作とともにこの種の功理主義の最先端を示している。苦しみの救済に関わる他の学説は人道主義であるや人道的社会も見よ人道主義的な努力が感覚を持つ存在者に対する積極的な可物を生み出すところでは、 幸福なるものをより幸福にするよりはむしろ不幸なるものを幸福にする。人道主義は多くの社会的様態の構成要素である。現代社会においては様々な動機が見出されるので、それ自身で存在していると言えるものはほとんどありえない。悲観主義はアルトゥル・ショーペンハウアーがよく知られた形で述べるように、この世界を悪化し止められない苦しみに悩まされる可能な限り、 最も悪いものとみなす。ショーペンハウアーは芸術や哲学、生への意志の喪失や苦しむ仲間についての寛容さのようなものに逃避することを勧める。フリードリ・ヒニーチェは最初はショーペンハウアーの影響を受けたが力への意志を称え弱者への同情や哀れみを軽蔑し最大の苦しみの永遠回帰を自ら受け入れるという全く別の態度を後に展開した。 痛みは、感覚近くとしては痛覚に集中するが、その内容の多くは苦しみ一般にも関わるのである。クレーン・ブリントン、アーティクル・ヒューマナテリアンザム、エンサイクロペディア・オブ・ザ・ソーシャル・サイエンシズ、1937。ありがとうございます。